哀れなトミーを地獄送りにしたところでコンチニは、最近いかがお過ごしでしょうか。え、人に聞く前に自分から言え。そりゃあ私は誰もが知る真面目中の真面目。バカ真面目に学生生活を送ってますとも、ええ。講義に一切出席しなかったら単位落としたのはゆっくりとの秘密だぞ。さてこの話は一旦資源ゴミに出すとして、ゆっくりは当然のように44年のフランスに送り込まれています。ホット敵のスポーン地点を発見。ダメだ！じゃけん破壊しましょうねー。やっべトミーが湧いてきた。そして肝心な場面で外していくゆっくりクオリティ。煙で何も見えねえなこれ。しかもトミーがわらわら湧いてきてるぞ。一人に対してそんな大人数で寄ってたかっていじめるとか紳士として恥ずかしくないのか。スターマヤー。カーギヤー。うわ誰だ今の。それはさておきスポーン潰したから味方も拠点が取れんやろ、はい。え、お前は行かないのかって。行くわけないだろ的に嫌がらせするのが一番楽しいんだぞ。うわまだ残ってやがった。さてそそくさと撤退しないとやられる。スポーンが破壊されるとみんな顔真っ赤にして追いかけてくるんだからたまったもんじゃない。いや待てよ追いかけてくるやつ皆殺しにすればいいのでは。まあそれはそれとして、ドイツ側というのは分かったがどこの師団に所属してるんやろ。なになに、ホーエンストーフェン、なんだこや。って SS じゃねえかこや。あかん何かしらの団体に消される。まあいいや勝てば官軍、トミーどもを皆殺しにすればもう満体。スポーンを破壊したおかげか味方が拠点に殺到してるし勝てそうだな。てことで水でも飲みながらのんびりと次拠点にでも向かいますか。すっげー暇だなこれ。暇だし雑談しようということで最近こたつを買ったんですよねー。え、44年のフランスにこたつ。ちょっと何言ってるかわからない。敷布団のサイズ間違えて数千円余計にかかったがいいものですねー、こたつ。1日中入ってるせいで全身からだるさが抜けず腹が緩くなったが来られたる来られたる。まあ背が低いせいで腰が痛くなるんだが、いや撃たれた撃たれた。音からしてステンガンだなトミーめ。正々堂々ボルトアクションで戦え。いやボルトアクションでもカラビナじゃレートで負けるでしょ。いやまた撃たれた。弾がいっぱいあるからって好き放題に撃ちやがって。どこにいるんだ野郎め、ぶっ殺してやる。手榴弾でも投げつけてやりたいところだがさっき使ってしまったしな。そしてここで分隊長の外人2機が抜けた。こういう時大体ゆっくりに分隊長が投げられるから嫌なんだよな。はいゆっくり地獄に落ちていってね。いやー手榴弾投げてこなくてよかった。こういう場合大体手榴弾の投げ合いになるからもたざる者はバラバラになる。味方が拠点を取ったが案の定ゆっくりが分隊長になったよ。みんなもすぐに他人に分隊長を投げるの。やめようね。まあこの外人2機は用事があったぽかったからしゃあなし。しかも分隊長の仕事ちゃんとしてたから文句はないけどね。何せ分隊長は中間管理職。分隊員からあれこれ要求されるわ他分隊からは文句を言われるわ。公平の分隊長とかになった日には負ければフルボッコだから誰もやりたがらない。なお公平がいないとほぼ確実に負けるから本当にアホくさ。さて戦況の方はというと、見事内陸部からトミーを追い出し、あとは海から蹴落とすだけだな。イングランドなんて腐った納屋に過ぎない、最後に一蹴り入れれば全部開墨するだろ。それにしても次拠点まで徒歩行軍とか終わってんだろこの国。こちとら4キロの小銃と10キロのパンサーシュレックを担いで走ってんだぞ。それはそうと味方が敵戦車を見つけたらしい。彼女気暴落な連合国戦車にロケット弾をぶち込まなければ。しかしまあ数十キロで走る戦車をパンサーシュレックを担いで追いかけるのは旗から見れば滑稽だな。あと300メートルもあるのかよ。本当に敵戦車いるのかよこれ、やけに静かだぞ。お機関銃兵だ、オフスオフス。いつも機関銃担いでご苦労様です。うわ耳元でささやくな気持ち悪い。ASMR2 機によるとシャーマンがいるらしいのでやはり敵戦車の情報は正しいみたいだな。さて走り疲れたからお水お水。やばい。それ
それにしてもトミーの抵抗がほとんど見られないな。M ゲー2機は担いだまま拠点まで走っていってるし。トミーの皆さん、降伏してください。今ならばトーストをサンドイッチとエンドウ豆のベーコン添えベーコン抜きが食べられますよ。さらになんと代用コーヒーまでつくよ。土の味しかしないけど。てか普通にシャーマンがアホ面して攻撃してたわ。何が静かだ、己の目は節穴か。ということで迂回してロケットをぶち込んでやる。ピャー撃たれた撃たれた。私はレジスタンスです、味方です。くっそ話がわからないやつめ、軍法会議にかけてやる。キャー機関銃だけでは飽き足らず四方までぶっ放しやがった。まあ塹壕の中だから痛くも痒くもないんですけどね。味方にも通報しといたし何とかしてくれるやろ。戦車じゃなくて装輪装甲車だから少し心細いけど。くっそトミーどもめ我々が拠点に侵入するまで待ってたな。味方カラバルハラへの団体旅行客が出始めてる。お前らの犠牲は明日まで覚えてるからな、あのシャーマンは必ず撃ち取ってやる。さて味方がミンチになってる間に戦車の北側まで迂回してきたがどうしてやろうか。やつめ余裕があるのか全く動いてない。その油断した横っ腹に一撃加えてやるから待ってろよ。そろそろ死角に入ったかな。いやドイッチュランド。うおうおう突っ込めー。射程のない草原を横切るのは危険だがそんなもん知るか。小便は済ませたか。神様にお祈りは。部屋の隅でガタガタ震えて命乞いする心の準備は OK。 OK。 吸着地雷をポンッとな。キャーニッゲロー。くっそ気づきやがったか。エンジンやったかな。キャー機銃撃ってきてるコッパ。やーい下手くそー。敵戦車格座、よし。さてどうするかな、気づかれてしまったし。捕服すればバレないよな。あ、なんか味方が肉薄してる。頑張れー。お、なんか嫌な音が。退避、退避。大名人誰だ今の。というかあれ当たったようには全く見えないんだが。それはさておき味方が爆風でサンズの川を反復横飛びしてるから叩き起こさないと。起きろ、対空射撃でもしとけ。さてとやることなくなったし拠点にでも向かいますかね。うわぁ何も見えね。てかこんなクソみたいな場所に畑作るとか園外大丈夫かよ。さて拠点内に入ったけど順調みたいだな。味方のプーマがトミーを見かけ次第ミンチにしてるし余裕だなこや。あとは味方に任せてトーチカの中にでも引きこもっとこ。あっぷえなんか味方全滅してる。あ砲撃か、いや屋内に入れよ。プーマ楽しそうだなお前。マジでゆっくり覗いて全員アルハラ送りになってるの本当くさ。トーチカの中に隠れやがって卑怯だぞお前。方侵入だ、出ていけ。出ていかないなら死んでね、すぐでいいよ。ピア機銃装車。とりあえず味方に通報してと、なんとかしてくれー。 M ゲー2機が絶命した音がした。しょうがない突貫だ。イエローブクレッシャー。だが残念、ゆっくりの物語はここで終わってしまった。録画が切れてしまったからである。あの後トーチカ内に入りトミーを虐殺していたが物陰に隠れていたトミーに銃剣で殺されてしまった。ちなみに試合はティガーとプーマがシャーマンを殴り殺しにしたこともあり勝ちました。終わり、平定。